おふさ観音は、奈良県柏原市、小房町にある高野山新言州の別格本山の寺院。正式名称は十無量山観音寺。イングリッシュローズが、境内にところしと溢れる、花まんだらの寺として知られる。大和三山の耳なし山とうねび山のほぼ中央に、位置する。慶安三年四月、この辺りにあった鯉が淵という池の中から白い亀に、乗った。 観音菩薩が現れ、それを発見した付近に住む娘をさが、小さな銅を建立して、比叡山延暦寺茶谷にあった観音院の本尊、十一面観音を譲り受けて祀ったことが起源とされている。現在の本堂は、明治時代に、庶民の寄付によって建立されたものである。元禄三年に作られた盆章があったが、太平洋戦争中の1944年に、 金属類回収例によって教室された。円空に越ごの池三景舎をもてなす目的で、イングリッシュローズを中心に、約3800種およそ4000株のバラと、クレマチスハーブなどの植物が境内で栽培、展示されている。花のほとんどは鉢植えで管理され、バラ祭り外の行事期間前後は移動している。干渉するだけでなく、近づいて香りも楽しめるようにと。 縦横に通路を配して展示されている。花を用いて、曼荼羅を境内に表現したとして、寺では、花曼荼羅と称している。ありがとうございます。